はい、こんにちは。試験や英語塾です。今回もトーフルについてお話をしていきたいと思います。今回ですね、スピーキングの一番の問題でですね、授業とかかな、よくあるんですけど、こう、黙った時にね、そんな黙んないでとか、そんな使えないで、make up a story, invent a story っていいんだから、みたいなね、作り話でいいんだから、みたいな、ことを言うことにありますよね、そういうのね。で、これがどうなのかっていうね、話なんですけど、例えばね、When I was in high school, I was a member of the science club, みたいなね。え、サイエンスクラブってあったの？いや、なかったですけど、みたいなね。そういうやつ。でも、そうでも言わないと、自分と科学の接点をこれからね、具体的に話したいんだけど、そういうのがうまく言えないんですよ、みたいな。ね、時に、こう、なんかね、ちょっと嘘が入っていく。で、ちょっと作り話が入っていくっていうのはどうなんだろうみたいなね。そんな話なんですけど、一応指針があることあるんですよ。一つ目はですね、その作り話で、最初から最後までコンプリートする。これも不可能なんで、これ仮にね、もしね、いつもコンプリートする人、できてしまう人、嘘で全部固められる人、サクサク言える人、嘘を。これは特殊能力がある人ですよね。だからこれは特殊能力でどっか別の場面で活かしていただくっていう感じになりますんです。いわゆるスピーキングの能力っていう時にね、作り話、嘘の話をして、嘘の話をあたかも本当であるかのようにずっと喋りきるっていう能力を含んじゃダメですよね。これはダメですよね、普通ね。仮にね、トーフルがね、それはないけど、例えばね、あなたがもしブラックホールに行ってね、6ヶ月滞在して戻ってくれるとしたら、どんなことをやりたいですか？そんなこと、なんか嘘どころかもう完全なる空想で、その前提もおかしいし、みたいなね、感じになるので、もしそんな出題があった時には、もうこれはもう完全に出題者側のミスっていうことですよね。そんな能力を測っちゃいけない。そんな能力を測定することになってないっていうことです。だから、必ずしもね、作り話はそんなにする必要ないです。作り話ばっかりしなきゃいけないような出題はないです。だからそこはね、あんまり気にしないでいいっていうのはね、最初の方針になるかなと思いますね。例えば大学生がね、授業を受けるときにオンラインで受けるのとね、教室で受けるのどっちがいいんでしょうみたいなね、っていうときに、例えばね、When I was in university とかね、一生懸命頑張ろうとしても、これって何の役にも立たないの分かります？だから私はオンラインがいいと思ったんですとかいうときに、分かります、それはあなたの経験ですよねとね、あなたの経験は全員に当てはまるとでも言うんですかっていう、そういう感じになりますよね。学生にとってどっちがいいんでしょうかっていうことなんで、だ自分の経験というレベルじゃなくて、学生の経験というレベルでに上げて、そこで議論していかなきゃいけないっていう感じなんですね。自分の作り話しても役に立たないんですよね、結局ね。作り話するだけ損したっていう、そんな感じでもあるわけですね。で、この作り話しなきゃいけないっていうのは、どこから来るかっていうと、具体例とか、そういうところから多分来るんですね。もう具体例を言おうみたいな。で、今のね、オンライン VS 昔の教室っていうのの具体例、どの辺にあるかっていうと、これ、抽象的な話の中での具体例言わなきゃいけないでしょ。だから、例えば、解剖の授業とかね、とか体育とかね、そう 理科の実験的な、で、そういう時ってやっぱ教室にみんな来た方がいいですよねとか、そういうレベルです。そういうところで具体的なことを言うっていう感じなんですね。When I was a medical student とか、そこまでそういうことを言おうとするとやっぱ良くないっていう、それは完全にまた自分のレベルに下がっちゃうじゃないですか。ね。抽象論の中で具体的なことを言っていく。そういうことなんですね。となると、作り話でも何でもないじゃないですか。自分の話を効果的に伝えようと思って、言っていくっていうだけなんですね。で、もう一つはですね、自分の趣味思考を述べればいい。あなた、まあ、極端に言うと、あなたは田舎に住みたいですか、都会に住みたいですか、とか、いうときに、作り話、あえてしなきゃいけないことが、例えばね、今都会に住んでる人は田舎に住みたいっていう時に、When I was とか言えないでじゃないですか、もちろん。ね、自分経験がないから、でも経験がないからこそ田舎に住みたいという時に、どんな作り話ができるんですかみたいな。それって、でも作り話があるから田舎に住みたいんじゃなくて、例えばどっかテレビで見て、なんか、有名人が田舎に住んでて、なんか農作業とかやって楽しそうにしてたから、田舎に住みたいと思うんだと、それをそのまま言えばいいわけで。ね。で、その時にね、なんか農作業してたのが、なんか楽しそうだったからとかね、あるいは、船借りて、釣りに行ってたのがね、海釣りとか、行けるのが楽しそうだったからとか言って、ね、言う時に言えないことがあるでしょ。で、その時に、犬をね、ちょっと自由に散歩とかさせることができていいかなと思ってとか、それぐらいに変えるわけでしょ。
自分がサクサク言えるようなね内容にね、そこでこうちょっと作り話にすると。だからベースは自分の経験がないとこであったとしても、人の経験とか何かがあるからこそ自分の意見が出てくるわけで、ね、何もないとこから多分出ないと思う。だから何かがあるからこそ意見が出る。でその何かを言っていく。でこのそのまま言うことできないんで、まあ、時間的な関係もあるしね、全部言うことはできない。だから必要なとこだけピックアップして、それを自分が言える英語に置き換えて、これで行こうみたいな、ね、船を借りて、海釣りに行けるっていうのが言えないんで、犬を自由に散歩させるという感じに変えていく、そういうことなんですね。それがこうでもそれを作り話っていうなら作り話は OK ということなんだけど、作り話というほどのレベルじゃないですよね。そういうことになりますね。だからね、さっきの教室の話、オンラインと、それからもう一つ田舎の話で、共通しているところはね、いわゆるね、人々が作り話って言ってるところ、これ実はね、作り話っていう表現を使うから良くないんで、どういうことかというと、コンシスタンシーですよね。同じ、ちゃんと一貫性のある話をしているかどうか、あるいは自分の言ったことをちゃんとディベロップできているかどうか、展開ができているかどうか、で、それを含めて自分の主張を効果的に述べることができるかどうか、そこが具体例の要なんですね。効果的に述べること、例えばそれこそ田舎に行くと自然がね、豊かで自然と戯れることができるんですよ、犬とかね飼ってても自由に散歩とかできてて非常にいいですよねとか言うんだったら話わかるわけでしょ。だそこでちょっとした工夫が必要ということ。その時にね、犬が飼えるんですよとか言って言ったら、いや都会だって犬飼えるんですけどなっちゃうでしょ。だからそこはやっぱり良くないよね。だからどっちかっていうと、その作り話をする部分が必要だとしたらどういうことかっていうと、自分の話を効果的に伝えるためにはどういうふうな例を言わなければいけなかったのか、どういうふうな話をしてあげなきゃいけなかったのか、どういう例を出さなきゃいけなかったのか、さっきの調理実習とかね、解剖とかね、するためにはやっぱり教室に行った方がいいじゃないですかみたいなね、いう時にやっぱり変なコンピューターとかね、コンピューターサイエンスとかね、数学やるにはやっぱり教室行った方がいいじゃないですかとか、言ってしまうと、それって何、オンラインでも良くないですかとか言う人もが絶対いるわけでしょ。とか普通そんな風に思う人も多いわけでしょ。だからやっぱりなかなか効果的に話をできていないみたいな、そんな感じになりますよね。だから作り話をするしないっていうのは、フェンアイワズとかそういう作り話じゃなくって、自分の話を効果的にするための、効果的な例なんですね。でこの例はいつもフェンアイワズじゃなくって、自分の例のレベル、自分の経験というレベルじゃなくて、他人のレベルでもいいし、一般論で言わなきゃいけないこともあるし、ということですよね。それぞれのところに例が必要、その例が必要な理由は、自分の話を効果的に伝える。全然知らない人ですよ、相手のね、データとかはね、全然知らない人に自分の話を効果的に伝えるためにどんな例が必要かっていうことですね。でそれを作り話というんであれば、作り話は必要けど、大掛かりな作り話は絶対にいらないという感じになります。